マダニを媒介とする感染症に注意を。マダニに噛まれると日本紅斑熱や重症熱性血小板減少症候群、通称 SFTS などの感染症にかかる恐れがあります。県によりますと、発熱などの症状があった沼津市の10代の男性が今日日本紅斑熱と判明し、おとといには浜松市の高齢の男性が SFTS と確認されました。高齢の男性は集中治療室で治療を受けています。ともにハイキングや農作業などの際にマダニに噛まれたとみられ、県は山や畑に入るときにはできるだけ肌を露出しないようにするなど注意を呼びかけています。